スマウ山上遊園のカーレーターカーレーターとは山の斜面をベルトコンベアを使って人を運ぶ登山用交通機関である。なお本校ではスマウ山上遊園のものと現在は廃止されている琵琶湖バレーのものの2つについても記述する。複数のゴンドラを斜面に敷かれたベルトコンベアで運ぶことによって人を運ぶリフトのような連続輸送システムである。路線は 直線勾配区間がベルトコンベア、乗り場やカーブ、水平区間などはホイールコンベアで構成され、その前線が乗り場も含めてシェルターに覆われている。乗り場には折り返し用のループ線が設けられており、降りてきたゴンドラがここを回って再び登っていく。ゴンドラは乗り場を出た後にホイールコンベア区間で加速され、勾配区間のベルトコンベアに乗せられる。 ベルトコンベアに乗った後でもゴンドラは、側面のレールにより、自動で水平に保たれるようになっている。ベルトコンベアを使用しているため、大量輸送を得意とするのはもちろん、従来のベルトコンベアや動く歩道、エスカレーターなどと違い、乗るときはゆっくりとしたスピードで動くが、途中から速くなるという、速さの変化する、ベルトコンベアであるため、非常に輸送効率が良いとされている。 また、乗り場では、ゴンドラの動く速さを、ある程度調節することができるので、高齢者や、小さい子供も乗り降りしやすいようになっている。乗り場を発車した後から、ベルトコンベアに入るまでの間には、戦術の通りホイールコンベアが用いられているため、そこを通過する際にはゴンドラが非常に激しく、揺れてしまう。また、ベルトコンベアに入った後も、 側面のレールがゴンドラをベルトに押さえつけているため、下のローラーにより、ゴンドラが、ガタガタと振動する。そのため、実際、砂浦山上遊園のウェブサイトには、乗り心地の悪さが評判ですとある。また、ビワコバレーのカーレーターでは、乗車時間が23分と長かったため、とても疲れるといった声が多かった。従来のベルトコンベアやエスカレーターと違い、 途中で速度の変化するベルトコンベアによる人の輸送方法として1960年頃にベルトコンベア製造会社である日本コンベアにより開発されたその後このシステムは琵琶湖バレーやスマウラ山上遊園に導入され多くの人を運んだしかしこのシステムは設備が大掛かりな割には輸送能力がリフトとあまり変わらない乗り心地が悪いなど 様々な問題があり普及せず、導入したのは日本どころか、世界でも、この2箇所だけであった。さらに、その設備の大掛かりさゆえに、老朽化するのが早く、維持費がかさむこともあって、1975年10月、ビワコバレーのカーレーターが廃止された。そして、現在残っているのは、スマウラ山上遊園の1箇所だけである。 路線データ歴史接続路線現役当時の写真路線データ歴史駅一覧路線跡の様子カーレーター36駅跡手前の尾根に向かってカーレーターが伸びていた山中に残るコンクリートで塞がれたトンネル跡トンネルの手前に残るコンクリート製の路盤中央に補線用の階段がある廃止後もしばらくの間は 施設がそのまま放置され、アルプスゴンドラからも山中に残されたシェルターを見ることができたが、2000年代の初頭に撤去された。また、山頂駅の建物は、最近までレンタルスキー小屋として使用され、シェルターの一部も残されていたが、2008年の夏頃に取り壊された。しかし、現在でも少しだけではあるが、カーレーターの跡が所々に残っている。 ロープウェイ山6駅の脇にはカーレーターの山6駅だった建物が現存している。この建物は廃止後しばらくの間は琵琶湖自然史博物館として使われていたが、現在は山頂から移転したレンタルスキー小屋となっている。カーレーターはそこから北側の大根の頂上に向かって伸び、頂上で直角に曲がって山頂を目指していたが、現在も 山麓付近のカーレーターが通っていたところはあまり木が生えていない。また山中に入っていくと3箇所存在していた橋梁のうちの2箇所のコンクリートの土台があったり、シェルターの残骸やベルトコンベアなどの部品が至るところに散乱していたり、するほかコンクリート製の路盤が残っているところもある。 なお途中には3カ所のトンネルが存在していたが、それらはすべてコンクリートで塞がれている。そして最近取り壊された山頂駅の跡は現在、スノーランドの一部となっている。路線跡は急斜面や崖となっているところが多いため、探索するのは非常に困難を極める。危険な箇所は無理に行かないことである。ありがとうございます。